make a slight left turn. どこ向かってるんですか？今日はセカンドストリートへ向かおうと思うんですけど。はいはい。もういろんなね、古着系 YouTuber さんたちがやっているセカンドストリート。ということで到着したので早速行ってみましょう。まだちょっと天気は寒かったな。早いな、手の動き。え？見てるようで見てないかな。はいや。ストライク。いくらだった？7000。7500。まあ8000ぐらい。うん、結構つけるな。ここで8000やった。これの。これのさ、普通の90年代のやつ持ってるからさ、汚れるの嫌やから復刻でカバーしようかな。でも XL やから、うん、俺はちょっと大きいんやな。帰ってきました。帰ってまいりました。何点かあったかな。お5、6ぐらい。5か、5だね。点買ったか。5点購入しました。まず、90s コンバースオールスターのローカットですね。黄緑で、90s の後期のやつですねを買いました。割と状態はいいものじゃないんですかね。うん、かかとはちょっと擦り出ちゃってますけど、磨けっていうか洗ったらな。次がギルダンの、フードのスウェットですね。 XL これも買いましたね。大きいサイズはいいね。うん、あとはチェコ軍の、ライナージャケットですね。最近軍のライナーは全部ボタン、全部ボタン人気が出てるものですね。これチェコ、あったかそうじゃん。春いい年の T シャツにハーツ。これが、70年代の US アーミーのベイカーパンツですね。これは38-31なんでレングスもそんなに長くないんで、でウエスト大きいからちょうどいいサイズかなと思います。で結構綺麗ですね。うん、超伝説でダメージなく。で最後はこれ、アーミーチノ。なんか割とチノ紹介してくる気がするね。確かに買っちゃってんのかな、チノ多分。70年代のやつですね。70年代これサイズが32-29。いいグッドなサイズですな。っていうのを購入しました。アルミジッパーっけ。これアルミだね。が5点かな。購入品です。うん、チノも結構あんま汚れとかなくていい感じで、最初はなんか1万円でとか言ってしゃべりましたが、3倍の金額ぐらいを使った。3万ちょっと超えちゃいましたね。普通に買い物してしまいましたね。な、これが今回のセカスト。1店舗しか行ってないんでね、他の店舗がどういうのはなるかも分かってなかったんですけど、セカストディグっていうのはこういうことなのか、ちょっと違うのかな。
分からん、安くて見つけるってことじゃない。まあそうか、っていうことは、じゃあそう考えると失敗、そう考えると失敗な安くはないもんなそうか、うん、主催チャレンジも必要だね。そうやな、なんかまあいいなって思った商品を買っちゃった、うん、安かったとかでもないんですよ。結構やっぱしっかりした値段つけてたからでもまあちょっと安く買えてるかなっていう感じは、ちょっとだけな、うん、まあこんな感じかな、うん、1万円でお互い1万円握りしめて、どっちがいいもん、セカストね、買える、ああ買って帰ってくるかみたいな、そやなそれでもいいな、うん、まあまたセカストにはいるでしょう、うんまあちょっと行ってみたいな、もうちょっとだけ店舗回らないと分からない、そんなもんなんか、うん、ね、まあこんな感じでしたね、今回は、今回はこんな感じの5着5点を購入しました、うん、ではでは、またよろしくお願いします。